デスクビエルタは、スペイン海軍のコルベット。デスクビエルタ級コルベットの一番艦。艦名は、日出、日没時の偵察を意味するスペイン語に由来する。デスクビエルタは、バサンカルタヘナ造船所で建造され、1974年11月16日に、気候、1975年7月8日に、浸水、1978年11月18日に、 収益しカルタヘナ基地の第31護衛隊に配備される。1989年10月9日、NATO 南ヨーロッパ連合軍の常設会場部隊にスペイン海軍軍艦としては初めて参加する。1990年、湾岸危機が発生し国際連合主導による金融監視活動のため、フリゲート F-81 サンタマリア、 コルベット F35 カサドラと共にペルシャ湾に派遣される。1991年演習でスペイン海軍としては初めてのハープウーンの実射を行い標的艦 D61 チュルカを撃沈した。その後、紹介活動に必要な警備用小型船艇3隻を搭載できるように回収された。2006年6月5日に紹介艦に艦種が変更され、 番号も P75 に変更される。グアルディアシビルの沿岸警備部巡視船、リオピスエルガと共同で2007年10月17日にジブラルタルから出港し、アルボラン海を航行していたサルベージ船、オデッセイエクスプローラー乗組員を異物洞窟の疑いで逮捕、拘束した。2009年3月10日の海軍公式発表 N600-03695 礼休により退役予定が公表され、同年6月30日に退役する。YouTube Distrax 読んでるデストラクタチャローカ1、パルテハット、YouTube Distrax 読んでるデストラクタチャローカ2、パルテ、ハットラールマダ、ワイラ、グアルディアシビルエイプリゼンワール、オデッセイエクスプローラー、アルサリアデジブラルタル2007年10月17日。ありがとうございます。